お金って市場に与えたインパクトへのプロキシーなんですよね。僕は多分勝ちたいんですよね。自分の成長がやっぱり会社のボトルネックになっちゃいけないので、結構多くの時間を勉強に当ててます。自分を常に変えていく。なんか一回折れたんですよ。自分がバーンアウトするっていうのが実は一番のリスクで、この会社どうしようもなくなっちゃうんで、やっぱ僕はすごい危機感、グローバルの舞台で目指すのがハードルが高いというよりはやらざるを得ない、日本の国家として死んでいってしまうので。今その CEO の具体的な仕事内容っていうのをかなり網羅的に伺ったんですけど、それも全部踏まえた上でちょっと抽象的なんですけど、 CEO として大事な、まあ、スキルセットとマインドセットって考えていくとどういうものが大事だというふうに太田さん思われますか？そうですね、僕はなんかそのプロの CEO っていうよりなんか創業者 CEO なので、うんうん、なんていうのかな、うん、自分を常に変えていくっていうのがすごい意識してますね。っていうのはなんか僕のダイレクトレポートとかで、例えばじゃあ今ビジネス見てもらってる人ってアドビの日本法人の社長だったりした人なんですよ。ユージン・サブリさんって言うんですけど、うん、で CFO はもともとその 8x8 っていうあの上場企業で、まあ、売上700億円ぐらいあるんですけど、そこで8年ぐらいあの上場企業の CFO をやってた人とかで、うん、だからなで、あとはまあそのチーフピープルオフィサー人事の人はアドビでなんか1500人ぐらい見てた人なんですよね、うん、でこれはなんで、まあ、当然僕たち僕より全然経験もあるし、多分業界でいうと、まあ、あの年の話はしたくないですけど15個から20個くらい目立ったりするんですよね、はい、でじゃあその中で CEO として何ができるかっていうのを考えたときに、やっぱりその会社で全体が一番見えてるっていうところだと思うんですよね、うん、自分があの会社を作ってきた時もそうだし、まあ、11年経ってあの割と隅々まで見れてる、まあ、ある領域を取ると彼らには負けるけれども、なんかこうまんべんなく、あ、じゃあここが回ってないからこっちをこうし、こっちとこっちをこうしたらこう全体で回るんじゃないかっていう、そういうこう何て言うかな、あの長官図っていうんですかね、会社の、はい、俯瞰して見れるっていうところはあって、うん、でなんでまあそのそれを意識しながら、まあ、それぞれのリーダーの人たちをこう何て言うんですかね、つなぎ合わせていくっていうのはすごい意識してますね。あとは自分自身やっぱり成長していかないと、自分の成長がやっぱり会社のボトルネックになっちゃいけないので、まあ、それこそ本当に結構多くの時間を勉強に当ててます。いろんな起業家のね、なんかその本を読んだりとか、ロールモデルになるような人の、あとはまあそのビジネスの本とかプロダクトの本とか、まあ、それこそ本当にいろんな多岐にわたるんですけど、うん、でまあそれは結構意識してますね。あとはマインドセットとしてはそうですね、なんかやっぱりその自分の目指すところ、うん、目線の高さが全員に反映されるので、例えば今だとなんか150億円ぐらいなんですけど、じゃあ ARR1000 億にするんだにはどうしたらいいんだっけみたいなのを毎回議論してるんですよ、うん、そうするとなんかこうみんなの目線がやっぱ上に上がってくるんですよね。うんうんうん、よくよく考えると150億円から1000億円になるって相当大変なんですけど、はい、なんか前のそればっか考えるとなんかいつかいける気がしてきて、もともとうちも売上20億ぐらいの時に、じゃあ100億円行くためにはどうしたらいいかっていうのを毎日、それこそもう社内のプレゼンの最初に全部入れてたんですよ僕。おで最初は経営計画上3年で行くってたんですけど、結局4年で行って、うん、まあでもいいじゃないですか。いいですね、はい、だからこう実際にそのじゃあその1000億円まで行くために、今どうしたらべきかっていうのと、じゃあ来年 5% 10% 成長させるにどうしたらいいのかっていう、結構考え方が変わってくるんで、そういうこう何ですかね、目線を自分でも上げて、その目線の上げ方をみんなにも伝えるっていうのはすごいマインドセットとしては意識してます。うん、目線を上げるっていうところで孫さんから影響を受けたところって大きいんですか？どうすかね、あの人はなんか相当アグレッシブなんで、うん、まあ僕はもう全然違うタイプだと思います。僕はもっとプロダクトアウトなんで、はい、うん、コンピュータサイエンスで、まあ結構まあお客目線なところはあります、ね、孫さんはどっちかというと投資家目線なところが多いので、うん、ここはなんか CEO としては違うかなっていう感じがします。あ、
過去の写真でもジェリー・ヤンさんと一緒にいる写真とかも拝見しましたけど、はい、ジェリー・ヤンさんとかは影響を受けたとかあるんですか？そうですね、ジェリー・ヤンさんは影響っていうよりは、なんかその、あれなんですよね、エンジェル投資家だったんですよ、うちの。なので、まあ、あの数ヶ月に1回、30分から1時間、まあ、壁打ちの時間をもらって、で、いろんなアドバイスをもらって、で、その死にかけた時にも、そのジェリー・ヤンさんからもらったアドバイスで、なんとかそのピボットする方法が見つかったっていうのはあります。やっぱり、シスコとか、まあ、ヤフーも当然そうですけど、アリババとか、まあ、そういうね、結構名だたる企業の取締役をやってて、まあ、やっぱり世界全体が見えてたんで、うん、だから、それは本当にありがたいことでしたね。そうですよね。先ほど結構勉強しっかりされるとおっしゃってましたけど、どういう時間帯にどんな勉強するんですか？さっきあの記事とかでもマスターオブスケールとかいろんなタイトルとかも書かれてましたけど、特にどんな、そうですね、どんな勉強されますか？その自分の時間もそうだし、あと僕今、CEO のコーチがいるんですよ。おお、はい、はい。だからそのコーチと実は2週間に1回セッションして、でこの人はだいたい400億円ぐらいのビジネスを作った人なんですけど、だいたい30人ぐらいの社長のコーチをしてて、で2週間に1回ですね、じゃあその自分が CEO として足りないスキルとか、うん、まあ、今、課題になっていることとか、うん、まあ、そういうのを議論して、じゃあ、ここは改善していった方がいいよねっていうのを、まあ、議論してたりとかしますね。であとはなんかこれちょっと僕だけかもしれないですけど、メンタルセラピストの人もいて、企業家、なんか毎日超ストレスなんですよね。うん、いろんなことが起きるんですよ。はいはい。だから、その自分がバーンアウトするっていうのが実は一番のリスクで、うん、だからそれを起こさないために、じゃあどうやって自分のメンタルを鍛えてトレーニングしているのかっていうのは、なんかその、サイコロジストっていうんですかね、その心理学科学で、かつその起業家の心理学を専門に扱っている女の人がいるんですけど、うん、まあ、この人とも2週間に1回1時間ぐらい話して、うん、で、まあ、じゃあ、なんかこういうところが今悩みでとか、まあ、特にこう私生活とあの講師のバランスをどうやって取っていけばいいかとか、うん、あとはなんかこうやっぱり仕事だけやってるともう思い詰めちゃうんで、はい、あの趣味作った方がいいんじゃないかとか、うん、だからそういうなんかあの人もいますね。であとは、やっぱりそのメンタルはフィジカルから作られるんで、はい、まあ、僕は夜なんですけどジムに行って、うん、でそこで、まあ、体力作りながら、あとはそこで結構僕は本、あのオーディブルっていうあの音声の本でした、ありますね、とか、あとはサーストロっていうあのサースのビジネスで、まあ、一番有名なポッドキャストがあるんですけど、はい、まあ、それを聞いたりとか、だいたいそうですね、45分から1時間ぐらい、まあ、毎日あのやってますね。うん、で太田さんでもメンタル的になんか折れそうになるっていうか、一番辛い時ってどういう時なんですか？なんか一回折れたんですよ。あ、折れたんですか？あのアームが、買収して18ヶ月後ぐらいに、実はそのトレジャーデータとアームが、一緒になるように18ヶ月ぐらい本当頑張ったんですよね。はい。だから今度こうまた一回話しましょうって話になったんですよ。うん、この NVIDIA が、アームを買収するときに、じゃあもうソフトウェア部門、トレジャーデータ含むソフトウェア部門はいりませんと。だから18ヶ月死ぬ気で血流してあの一緒になったのを18ヶ月にこうまだあの話してくださいって言われて、もうこれはちょっとできないなと思って、でそこで一回ちょっと燃え尽き症候群みたいになって、バーンアウトみたいになって、それで一回一線退いて、で9ヶ月後ぐらいに、実は去年の6月に、まあ、あのそのさっきの孫さんの話ですけど呼び戻されて社長になったんですよね。でその時に、まあ、やっぱりこう僕がバーンアウトするとそのこの会社でどうしようもなくなっちゃうんで、うん、ここはうまくコントロールしないといけないなっていうのはなんかこう身をもって知ったというか、あ、はい、でやってますね、うん、で実際起業家のバーンアウト率とか躁うつとかうつ病の率ってすごい高いんですよ。ですよね、うん、ちょっとなんかでだから、なんかやっぱそこは結構重要だなと思います。う
やっぱアメリカの方がそういうところのケアは進んでますよね。そうですね。なんかセラピストつけてる人すごい多いと思います。そうですよね。いや、むしろみんなスーパーマンみたいに思っちゃうので、起業家なら人間なんですよね、みんなね。そうですよね。だからそこがありますよね。そうそう。わかりました。そういう意味でいろんな学ぶ上とかでなんかロールモデルにしてる人っているんですか？いろいろ複数。僕が CTO の時は、まあ、僕師匠って呼んでるんですけど、はい、あの今デジタル庁で CTO をやってて、はい、あの B の CTO の藤本さん。ああはい。僕が20歳ぐらいの時ですかね。なんかこうから可愛がってもらって。CTO の時は結構藤本さんに相談してもらったりっていうのが多かったですかね。まあ、CEO になる過程で、なんかこういう人になりたいっていうのは実はそんなにないというか、まあなんか僕は僕なんで、あの、太田和樹を、あの、やっぱり、あの、貫かないといけないなと思ってるんですけど、まあ当然いろんな人の本は読んでて、まあそれこそ一番あれですけど、エロン・マスクとか、なんか eBay のペイパルマフィアの話とか、ベン・ホロビッツとか、まあ、ゲイツ、ビル・ゲイツ、まあ、それこそ、はい、ジェリー・ヤン、うん、アリババ、あとはシャオミの中国系ですけど、あとは最近だと、まあ、ズオラの社長とか、オクタの社長とか、まあなんか本はいくらでもあるんで、はい、まあなんかそういうのは読んで吸収できる ところは吸収するっていう感じですかね。そういう意味でなんか日本っていいエンジニアの方とかいっぱいいますけど、CEO になる方ってまだ相対的に少ないじゃないですか。CTO から CEO になったりとかっていう。ああ、そうかもしれないですね。そういうなんかテクノロジーバックグラウンドが強い人が、ちゃんとリーダーとして CEO になるために、やっぱりどういうことが大事なんですかね。そんなに大きい違いがないのか、なんかみんなあまりにも違う仕事だと思ってる方も多いような気もして。僕は単に勝ちたいんですよね。ああ、勝ちたい。はい。テクノロジーシェアを取りたいっていう。結構、そのお金が好きで、はい、このお金ってその市場に与えたインパクトへのプロキシなんですよね。売上が上がるっていうことは、つまりそのトレジャーデータっていう会社が社会に対してもたらしているインパクトが増えてるっていうことなんですよね。だから、まあ、よくなんか社員の人が僕のことを大阪の商人って言ってるんですけど、なんかそういう感じでなんかこう、まあ、コンピューターサイエンスを取ったのは取ったんですけど、まあ、一応心の中ではあの商売人で、だから そういう面も含めて、まあ、社長になった方がなんか今は気持ちいい感じがしてますね。太田さんはバックグラウンド的になんか商売人根性をいい意味で育むような環境があったんですか？まあ、親があの自営業だったんで、はいはい、なんであの地方の薬局だったんですけど、まあ、そんなに稼ぐのがうまくなくて、その実店舗で、ただそのインターネットが来た時に家族ぐるみでなんかその薬局のウェブサイト作って、で、まあ、今はちょっといろんな規制が入っちゃったんですけど、その両明期の頃は結構まだ薬とかも売れた時代だったんで、それで結構荒稼ぎしたりとか、はい、だからそう、こうなんていうんですかね、こう常にこう頭を回してお金儲けをするにはどうしたらいい、商売するにはどうしたらいいんだっけみたいなのは多分親から授かったのかなと思います。先ほどコーチからの話、コーチと話しながら CEO として何が大切かとか何をもっと鍛えなきゃいけないかみたいな話をするとおっしゃってましたけど、今太田さんが CEO として自分の課題だと思ってる、もっと伸ばした方がいいなと思ってるとかどこなんですか？これいくつかあるんですけど、まずその自分の直レポの人たちに6、7人に、まあ、そのコーチから、いろんなサーベイをしてもらったんですね、はい、僕のいいところ悪いところっていう。で、まあ、今一番あの伸ばさないといけないっていう風なフィードバックを得たのは、僕割となんかあのなんだろうな、感情を切り離して考えるというか、はい、なんかその結果出してりゃいいやっていう、そういう感じなんですよね。で、結果出してない人は、まあ、ちょっと退いてもらうみたいな、はい、でそこの判断が何て言うのかな、割と機械的というか、逆に言うと、情がない、エンパシーがない、はいはい、っていうふうに言われていて、なので、なんかこう、コーチから一番そのフィードバックを言われているのは、もう少しその人間的なつながりを
意識して持って、で、経営に臨むと、まあ、より良い、強いチームが作れるんじゃないか。要はそのビジネス、ビジネス、ビジネスだけじゃなくて、その人としてのつながりをもう少し意識したようなチームの作り方をすると、もっとあなたのチームをパフォームするんじゃないかっていうふうに思ってます。なんか日本的なアドバイスですね。なんてかっていうか、まあ、感情って万国共通ですもんね。そうですね。そのエンパシー、エンパシーっていうのを伸ばせっていうふうに言われてます。そこですね。いや、よくわかりました。あともう一つがそのトレジャーデータとして、まあ、それって太田さんの課題とも重なるところあると思うんですけど、会社自体をもっと成長させるための今の一番のテーマというか課題は何なんですか？これはこういくつか、まあ、2つあって、はい、1つはもうあのアメリカ、ヨーロッパは特にそうですけど、もうそこを勝ち切るっていう感じですね。で、日本は今大体多分市場の 40% ぐらい取ってるんですけど、アメリカとかまだ 3% ぐらいなんですよ。だからもうまだまだめちゃくちゃいけて、これをいかに最速に書くかつあの資本効率よく取るかっていうのがやっぱり一番重要ですね。でもう一つは、僕もその100億円を超えた SaaS の会社のなんか社長とかっていろいろ話してて、あのトレジャーデータだけがプロダクトラインが製品ラインが1個しかないんですね。みんな3個から5個ぐらいあるんでしょ。確かに。だから、まあ、今はその顧客データプラットフォームっていう製品ラインなんですけど、まあ、それの関連する領域で、プロダクトを今何個か出して、でそれをすることで、まあ、CDP の市場より、大きいところを取りに行く、その TAM っていうの、あのトータルアドレッサブルマーケットって言うんですけども、ベンチャーの彼だと、その TAM を拡大させる。要は自分たちは今までこの池で戦ってたけど、ちょっと違う製品だとか、ちょっと違うバイヤーだとか、ユースケースのプロダクトラインを作って、でこの自分たちが釣りできるこう池を増やすっていう。まあ、この2つですかね。CEO として新たなプロダクトを立ち上げるときって、どれぐらいプロダクトにコミットするんですか？まあ、場合によりますね。でも、僕たちの場合はやっぱり結構、なんか簡単というか簡単で、やっぱりその450社中300社ぐらい喋ってると、なんかこれ欲しいって前も言われたなみたいな気づけるんですよね。はい。どっちかっていうと、プロダクトアウトっていうより顧客ドリブンなので、まあ本当に地道に、お客さんの、あの欲しいものを聞いて作ってイテレーションを回すっていうのは重要だと思いますね。あとはただ700人とかの会社になってくると、やっぱり新規プロダクトラインを立ち上げるってなると、そのスピードとスタビリティの、なんでしょうね、両輪のバランスがあるじゃないですか。こっちはこっちで150億円の、お客さんが使ってる製品があって、で、まあなんか1個バグがあったりとかすると、大問題になりました。でもこっちはどっちかっていうと、そのスピードが重要でっていう。だからそこを、なんていうんですかね、うまく区切ってあげて。早く動ける舞台を作るみたいなのをあの意識してやりました、ね、新規開発のところはまた CEO としてかなりコミットしてやるってことですよね。そうですね。上げるためにうまく囲いを作ってあげる、まあ、ここまでだったら本当自由にやってもいいよっていう、なんで僕の下に実は今ニューマーケットチームっていうのがあって、はい、ここは本当にもうなんか5人か6人ぐらいなんですけど、新規プロダクトを、スピードよく生産っていうか見つけて作るってプロトタイプしてお客さんに持っていくみたいな、で、まあ、3社から5社ぐらいできたら、まあ、それは今度こうメインストリームのプロダクトとかエンジニアリンググループに渡すみたいなのを想定してます。まあ、まだいろいろうまくいってないところもあるんですけど、分かりました。あと例えばですけど5年後見据えたときにどういう CEO になっていたいかみたいなイメージってありますか？僕のやっぱり一番の課題は、まあ、ここからその、ね、会社が例えばパブリックになったりとか、まあ、パブリックフェイシングな CEO にならないといけないですし、あとはまあ会社がまあこのままいくと1000人2000人規模になってくるので、まあ、そういった時に、まあ、やっぱりその会社としてのチャレンジとかゴールとかビジョンを明確に示せるような、まあ、必要が当然ありますと、まあ、そこで多分一番重要なのは本当にストーリーテリングのスキルセットで、やっぱりそのコンセプトとかゴールとかビジョンとかそういうのを簡潔に分かりやすく、
みんなに浸透させるっていう、まあ、やっぱりそこのスキルセットは常に磨いていきたいなっていうふうに思ってますね。うん、僕はあんまりこういうふうにしたいっていうのはなくて、うん、どっちかっていうとなんかこう市場に合わせて自分を変えていくみたいな方が多いですかね。うん、そこでいうストーリーテリングってトレジャーデータがあることによってそのプロダクトによって世の中がこう変わったり、お客満足がこう変わったりとか、そういう話ですか？そうですね。じゃあ例えば、うん、じゃあなんでトレジャーデータで働きたいですかっていうのをこうハイアリングマネージャーの人がアピールするじゃないですか。うん、その時に、まあ、考えたのは例えば、世界中で今人口って75億人ぐらいなんですね。うん、そのうちインターネットにつながってるのが40億人ぐらいなんですよ。うん、でトレジャーデータ実はその半分ぐらいのデータ持ってるんですよね。おこれってすごいことで、そのトレジャーデータの社員になることで、そのインターネットにつながっている全世界の人の半分ぐらいの人に影響を与えれると、うん、かつその人たちのデータを守って、いろんな我々のお客さんが、まあ、ある種乱用しないようにするデータを、まあ、最近だとそのプライバシーの話もあるので、はい、だからそのデータの活用とデータの、を乱用しないというのは実は両輪で、うん、これをトレジャーデータの社員として倫理観を持って、まあ、世界にプロダクトを提供するっていうのは、まあ、一つやりがいだと思ってて、うん、こういうなんていうんですかね、ストーリーを作るっていうのはすごい重要だと思います。例えばじゃあ売上1000億円目指しましょう、入ってくださいっていうのも簡単なんですけど、うんうん、確かにそのストーリーワクワクしますね。確かに、うんうん、そういうことですよね。いや、はい、すみません、ありがとうございます。あと最後の質問なんですけど、まさしくこの太田さんみたいにグローバルで挑戦する CEO になりたい人って潜在的には日本にもいっぱいいると思うんですけど、そういう人たちになんかちょっと抽象的ですけど、なんかいろいろアドバイスが欲しいなと思ってですね、やっぱ相当ハードルが高いとみんな思ってると思うんですよ。突っ込んでみるしかないですよね。ですよね、はい、うん、やっぱ僕はすごい危機感があって25歳ぐらいの時に、2100年ぐらいになると日本の人口って半減しちゃうじゃないですか、はい、そうすると全ての市場が半減しちゃうってことですね、まあ、そもそも人がいないんで、うんうん、そうした時にじゃあ例えば今は分かんないんですけど20歳ぐらいの人がキャリア積んでいく時に、なんかその一番働きがいのあるときにどん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 市場がシュリンクしてきますと日本で。これはなんだろう、まあもっと可能性ありますよね、そこから出ることによって、うん、だから、まあ、グローバルの舞台で目指すのがハードルが高いというよりは、それやんないとその日本人としてとか日本の国家として死んでいってしまうので、うん、なんかある種マストなのかなっていうふうに思って、どんなビジネスをするにしても今、うん、そうですよね。そうじゃあやるかやらないかもそうだし、もう義務に近いっていうか選択肢がないってことですよね。選択肢がないんですよね、うんうん、やらざるを得ないと、うん、ですよね。本当そこの期間を持てるかどうかじゃないですかね、やっぱり。そうですよね、うん、そこの高まりは感じますか？あんまり感じないですかね。感じないですか、やっぱり。感じないですか。そうですよね。今、太田さんがこういう感じで取材を受けてくださったり、情報発信しているのも、やっぱりそういうのをちょっと伝えたいって思いはあるんですか、日本の方にも。まあ、若干あります。僕も、うん、時間大体 5% ぐらい使って、まあ、こういう活動はしてます。うん、まあ、若い起業家の人を助けたりとか、うん、はしてます。ただまあ、やっぱ、来る人はいないですよね、なかなか。ああ、そうですね、うん。そうなんですよね。うん。いっぱいって言ってる人はいっぱいいるんですけど、うん、実際来る人は、まあ、それ100人に1人いればいいかぐらいな感じですよね。ああ。うん、じゃあ迷ってるなら来た方がいいよってことですよね。うん、なんかその、ね、踏ん切りっていうのが、勢いみたいなのが必要なんですかね、わかんないですけど。そういうことですね。僕はすごいピュアで、なんかソフトウェアやるんだったらシリコンバレーに行かないとなって思ったっていう、すごいピュアな感じなんですけど、野球やるならメジャーリーグだみたいな。そうですよね、シンプルな感じですよね。はい、あんまり考え込まずに一番面白そうで一番レベルが高くてワクワクする場所に行くっていうぐらいなシンプルな感じがいいのかね。そうですね、人生1回なんで。うん。
ということですよね、はい、ありがとうございます。太田さん、ありがとうございます。すごくありがとうございました。はい、いろんな人にメッセージがあると思います。ありがとうございました。